今日もですね、朝市区中等教育学校で6年間、勉強をしてきて、で、大学進学を決めた、ルーヤン君と青さんにお話伺っていこうと思います。今日はですね、勉強外でも、彼ら頑張ってきたことがあるというふうに聞きましたので、そのことを聞いていこうと思います。勉強以外で、学校で、あるいは寮で、あるいは課外活動で、どんなことを頑張りましたか？そうですね、勉強以外となると、うん、やっぱりボランティア活動だったり、うん、寮でのボランティア活動もあるし、うんうんうん、学校でのボランティア活動もありました。そうですね、具体的には。そうですね、挙げるとすれば、うん、私たちって13の時から、うん、寮の自治会のメンバーとして、うんうん、寮のイベントだったり、いろんなものをなんかこう企画したり、うん、決めてきたりもしました、はいはい、最年少の、まあ、日本人生も含めて最年少の寮長にね、2人になりましたよね。どうでした？目なの、うん、たくさんのスキルが身につきました、うん、そうだと思いますね。おー、例えば何があって、どんなことを。うん、まずは、まあ寮でもこういろんなイベントがあります、うん、例えばクリスマス会だったり、うん、たこ焼きパーティーとか、うん、あとはピクニックだったりがあります。しかしこれを、うん、やる前には、開催する前には、うん、寮生自治会で、うん、企画書というものを、うん、作成しなければいけないんですよ。そうね、ちょっと一風変わった企画書だったかもしれませんね。どうでした？まあこのざっくりと言うと、めんどくさかったですね。めんどくさいなんて言ってきました。大変でした。こういうのやっぱ初めてなので、うん、なんか今まではなんか参加する側だったので、はいはいはい、その裏を見て、なんかこう、ここまで決めて、予算も決めて、リスクも、はいはいはい、その対処法もみたいなのを見ていたら、うん、本当になんかイベント企画で大変なんだなって思ったりもするし。なるほど。何が企画書大変だったんですか？まずは、この企画書を書く際には、うんうんうん、ただのこの流れだけじゃなくて、うん、こう予想される問題点と解決策、うん、あとはこの料理の量、うん、何グラムを決めて、食堂に協賛を求めるなど、うんうんうん、こう本当にこの一つの観点じゃなくて、たくさんの観点からこう考えなければいけないです。はい、なんかやっぱ私たちが企画するわけなんですけど、うん、でも私たち何かあった時って私たちにだけじゃなくて、うん、食堂の方だったり、うん、先生だったり、参加する人だったりにも迷惑かかってしまうので、うん、そういうなんかリスクも考えないといけないし、うんうんうん、例えばなんか参加する人の予想よりも多くなっちゃっただったり、少なくなっちゃったってなったら、うん、料理が足りなくなったり、イベントの進行がぐちゃぐちゃになったったりっていう、なんか本当に大変 なんかこう考えをなんかあっちこっちやらんといけんなっていう、なんか本当に実感しました。うんうん、なるほどなるほど。まあ、そうやってこう自分で考えて、工夫して、でみんなでコミュニケーションしながら実行していくスキルが身についたっていう感じですかね。そうですね、うん、あとはこの円滑にこう処理するスキルとか、うん、まあ、あとはこう責任というものを、まあ、私たちただ学んだと思います、うんうん、はい、2人の活動って、でも寮とか学校だけにとどまらずに、地域に出ていったというところがまたすごいところかなと思うんですが、地域での活動について少し教えてくれますか？一番なのは、三津公民館、まあ、杉原先生と一緒に、うん、三津公民館の獅子舞フェスタに参加することだと思います。獅子舞フェスタに向けてどんなことをしましたか？なんか獅子舞フェスタって、うん、私たちの学校は、私たちが寮長になる前からも、うん、なんか朝塾からなんか、うんうん、ボランティアのために生徒が行ってくれたりやってきたんですけど、うんうん、私たちがやった時にもうなんかボランティアだけじゃなくて、うん、こういうなんか日本と中国とか、そこら辺国と国の間を結べるような、こう表せれるようなものをなんかこう発信していけたらっていう考えから、すっと毎年やってきた寮生演舞っていうものを少し発展させて、日本の獅子舞と中国の獅子舞を融合して喧嘩させて、でどん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 仲良くなっていくっていう感じのやつものを、
地域の方にも見せて結構評判が良かったですよね。良かったです、うん、やっぱりその、まあ、朝日塾の生徒寮の中でもあの日本人独特な考え方とあの、ね、あの留学生独特な考え方が時にぶつかることもあったけれども、まあ、それをあえて表現してでお互いに意見ぶつかり合いながらこう生み出していく様をね、うん、あの演舞で、寮生演舞でうまく表現してくれたなと思います、はい、うん、まあ、ちょうどあのコロナが流行ったりもした時期 で、ね、あのまあ、場合によってはこう海外からの人に対する偏見とかもある中で、まあ、本当に意義ある踊りだったなっていうふうにね、うん、思いますね、はいはい、まあ、そうやってこう学校で寮であるいは地域でこう活動してきたわけですが、あの日本に留学してきて分かった日本の良さ、あるいは逆にやっぱり中国っていいなとかタイっていいなって感じたことがあったら教えてほしいんですが、どうですか？先いいですか、うん、そうですね、本当にもう日本好きで好きすぎすぎてきたって感じなんですけど、うん、なので、うん、実際に来てもう理想通りだったっていうものもたくさんありました、うん、例えば学校生活だったり、うん、もう日本って本当に街が綺麗、空気が美味しいっていう、なんかもう全部環境が綺麗っていう感じで、うん、本当に好きだなって思ったりもしました、うん、でも時々なんかタイが恋しくなる時ってあるんですよ、うん、なんか昔はなんか長い休みがあるとすぐにタイ帰っちゃうって感じだったんですけど、でもコロナが入り始めてから少し帰りにくくなっちゃって、そうだね、なんか帰れたとしても日本に戻ってこれなかったら困るしっていう感じになっちゃうので、もう3年間高校生に入ってからもう1回もまだ入れてないので、やっぱなんかホームシックとはまではいかないんですけど、やっぱなんかこうタイを思い出してなんかタイ帰ったらあれあれみたいな感じの想像もしたりしちゃったりもするんですよね。なるほどなるほど。あのルー君はどうですか？はい、じゃまずは日本の良さは何かというと、もちろんさっき青さんが言った、まあ、あの空気があの、めっちゃ綺麗とか、あと街中もとても綺麗、本当にゴミがないですくらい、であの私もう一つ私が感じているのはあの日本社会はこう多文化社会なんですよね。特にあの日本人はこう一人一人の個性を尊重してくれます、はい、あのこれは日本の良さだと思います、うんうん、あとは私も実際は結構長い間あの中国に帰ってないんだけど、でもやはりね、私も時々中国を恋しくなります、うんうん、で、あの何と言うかな、なんだあのどれだけ日本で日本にこう長く生活してもやっぱりこう文化の違いだったり、あとはこう言葉の関係で本当になんあのどうしてもね、その垣根が解消できしにくいだよね、うん、だからあのなんというかな、中国人だからやっぱりね、うん、中国に帰りたい気持ちも、うん、あのね、うん、結構ありました。そうね、はい、まあ、このコロナのせいであのなかなか帰れないっていうのはあの、ね、精神的にもこう大変だったと思うんだけれども、あのなんかこうそういう、 こう母国に帰れない嫌なところストレスをこう解消していく秘訣というか、あのどうやってそういう結構精神的な負担はあると思うんだけど、あのまあそれ以外コロナ以外にもあの留学生活っていい時ばかりじゃなくて、ね、大変な時もあったと思うんだけど、どうやって乗り越えていきました？どうやって乗り越え、もう乗り越えるっていうか、うん、なんか実際になんか タイと日本に比べたら、うん、日本って本当にいろんな制度が整ってるっていうのが、うん、制度が整ってる、うん、結構タイ人の中でも言われてて、うん、まあ、保険制度だったり、はいはい、そういうものが本当に整ってるっていうのが言われてるんですよ、うん、でもなんか整ってるからこそ、うん、タイ人からしては、うん、なんか多くないみたいな、なるほど、入らないといけないもの多くないみたいなそうね、そうね、そう、なんか、うん、そう感じてしまう時があって、うん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 、時々なんかこの保険入ってくる、あ、次自転車の保険もあるみたいなで自転車の保険なんて初めて聞いたしと思って、うんうんうん、っていう時もあるので、なんか、うん、少し慣れていくためには時間がかかるような、なんか留学生にとって時間かかるようなものもあるので、それはもう慣れていくしかないので。なるほどなるほど、慣れて乗り越えていった。そうですね、うん、あのルー君は留学生活順風満帆でしたか？
いい時ばっかりでしたか？いや、そんなことないですね。それをこうどうやってこう乗り越えていったんだろう。どうやって乗り越えていった？なんとなく過ごしてたら高3になって卒業できたって感じですか？いやいやいや、私は時々こう、うん、自分をこう激励するのは、うん、本当の日本の日本での留学機会はこう、うん、簡単に得たものではないから大切にしようみたいな、はいはいはい、時々自分で自分を励みます。でも確かになんか、うん、ちょっとなんていう初心に戻って、はいはいはい、なんか今でもよくやってるんですけど、なんか初心に戻って、うん、私はなんで日本に来たっけみたいな、なるほど、ね、日本が本当に好きなんだよねっていう感じで歩いてたら、ね、今日本語喋ってるだけでもすごいことだよみたいな感じで、うんうんうん、そうだね。あとはこう日本、うん、なんていうかな、この日本で留学すると本当にこういろんな、うん、価値観を学べるから、うん、頑張ろうみたいな、うん、なるほど、はい、うん、いっぱい先生でも相談しましたよね。そうだね、いっぱい相談したね、うん、なるほど。初志貫徹っていう言葉が日本にはあるけれども、うん、最初に、ね、来た時の思いをこう思い出しながら、ね、うん、他の人ともコミュニケーションして、いろんなも、ね、ことを工夫したりしていくんだけど、うん、自分自身ともなんかこう対話してるような、そんな感じで乗り越えてきたという形かな。はい、今日はこのような形で勉強以外で、この中等教育学校6年間の生活をどんな風に頑張って乗り越えてきたかというのをお話をお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。